九十年志士は、日本の発明家、実業家。簡易売り機である九十手織り機の発明、その普及と織物政作に努めたことや、婦人発明家協会の創立で知られ、日本の女性発明家の草分けとも呼ばれる。東京府深川区出身。本名、坂野敏子。東京女子高等支配学校専攻科卒業。1904年新川美ー未震災法女。 学院設立者の父、畑敏之と、女学院院長、森舞子の間に生まれる。6歳下の妹は、ニットデザイナーの畑巻子。東京女子高等師範学校付属校女、専攻科英語科卒業、翌年建築技師、坂野秀夫と結婚。結婚と同時にひな人形の収集を始めた。坂野との間には、長女がいる。1939年、 手伝いの少女がセルロイドの下敷きに穴を開けきぬ糸を通し、帯締めを作っているのを見て、ヒントを得てカード指揮官イテオリりを発明した。その後試行錯誤の末、夫の亡くなった年にネクタイ、帯締め、ショールなどの他服事やインテリア用品まで折れる苦渋式の特許を取った。同年にこの発明により、ソニー創業者の一人であるイブカダイと並び、 1> 第1回科学技術庁長,長官賞を受賞した。同1939年に伊藤屋で開催された発表会は大評判を呼び、当時の手芸家の登竜門とされる伊藤屋が、早速、九渋と取引を結ぶに至った。結婚時には、シュートメとの別居を条件としていたが、夫なき後は義理を大切にすると、ためと言ってシュートメと同居し、 娘との女三人家族を支えるため、苦渋式の販売を始めた。さらにその折り方を教える教室を開催し、卒業者には仕事を発注した。三越での第一回苦渋店での実演。36歳の頃、陸軍病院で兵士たちの職業指導として九十折りを講習していた様子。太平洋戦争の開戦時である1 9 4一年五月には、 日本橋の三越で第一回苦重展が開催され苦重式の実演が行われた。この際には、定なる新能比利史城やこと人新能七恵子ら皇族も訪れて三越を驚かせた。この催しで九重の名は広まり、文下生が急増した。また皇族が訪れた縁で宮廷でも毎週指導を行った。戦前は苦重式は 上流夫人の趣味が中心であったが、戦時中は戦争未亡人や小異兵の職業訓練の指導を託された。戦後も小異兵のいる国立病院を訪れたほか、老人ホームでの福祉や栃木の助手刑務所で受刑者が自立するための指導も務め、妹の牧子と共に折り木を抱え奔走した。1953年株式外借銃を設立、社長に就任し、 各百貨店との取引を開始した。同1953年パリにて苦渋式典を開催。翌1954年にもパリで苦渋式典を開催し、フランスのファッション雑誌であるマリー・フランスに大きく取り上げられた。このパリを皮切りに、アメリカのシアトルやニューヨーク、ブラジルのサンパウロなどでも実演を行い、ヨーロッパにはほぼ毎年訪れた。 画家の藤田嗣二や猪熊玄一郎、作家の江戸川乱歩とも信仰を持った。1956年、女性による発明家の団体として、婦人発明家協会を設立し、会長を務めた。同会では、定期的に発明品の展示会、なるほど展を開催し、その収入の一部は、小児眼救済団体の子供を守る会に寄付された。他にも、 財団法人日本編み物手芸協会名誉会長、社団法人発明協会参与、国連婦人会常任理事などを務めた。なお、株式会社九十は自身が経営者として不向きであったことから、1950年代末に他の出資者に譲り、自身は一線を知りいて一株主となった。1955年には発明功労者として東京都からの表彰を受けた。 1962年には女性初の発明家として君四等随法賞を受賞。他に東京都知事賞や支持法賞など多数の受賞歴を持つ。これらの賞はすべて発明によって受けた女性最初の賞である。1997年には東京ファッション協会より生活、文化、産業などの発展に貢献した女性として、 女優の吉永さゆりらと共にダイヤモンドレディ賞を贈られた。1990年代頃からは年齢を考慮し、苦渋式の教室の規模を縮小したが、家元時期時期の指導を受けられると、生徒たちにはかえって好評であった。90歳代半ばを過ぎても、毎月一度は神奈川県川崎市の自宅から東京都内の教室に通い、主に初心者向けの丁寧な指導を続けた。 ひな人形の収集家としても知られ、晩年は200体以上のひな人形と共に、神奈川県川崎市の郊外で寄生を送った。多くのエッセイを書き、おいてまた楽しとのメッセージを高齢化社会に発信、98歳の最後まで好奇心を持ち続けた。生き方についての講演活動でも活躍した。2001年8月に入院。翌2002年8月13日、肺炎により、 満九十八歳で死去。母妃は川崎市多摩区春秋園にある。1938年頃から夫のネクタイを折るためにカード式の簡易食器の考案を始めた。翌1939年に実用新案登録出願し、何でも折れることを表現したい。上品で日本的なものということから苦渋で食器と名付けた。後にペンネームの由来となった。 カード折りでは同じ形の複数枚のカードの穴に糸を通し、カードを回転させることで横糸を通す開口を作る。九十で食器はこのカードの形が蝶の羽のような形であるのが特徴で、頭の二つの穴が軸口であり、縦糸口にもなる。また、折れた布をハサミ送る、送り板も布が潰れたりずれたりすることのないよう、検討、改良した。 いわゆる、いざりバタの一種で、小型で枠がないので持ち運びや収納がしやすいとした。90歳代での発明品、ボタン操作で長さを自在に調節できる、新型ステッキ、まあ、ステッキは自身のステッキ仕様と入院書きとなった。1996年頃に膝を痛めて、ステッキ仕様を始めたが、通常のステッキは姿勢が前かがみがちになる。 そんな折に、結腸腫瘍で入院し、点滴棒にチューブをつけた患者たちが背筋を伸ばして歩く姿を見て、腰が曲がりがちな高齢者向けに長さを調節可能なステッキを思いつき、医師に専門の業者を紹介されて商品化に至った。このように生活上での何気ない部分で工夫をすることを得意としていた。結婚した23歳の時から、 終戦の年と翌年の2年を除いては、毎年欠かさず、ひな人形集めを行っていた。小さめで格調高く、可愛らしいものをとの基準で選んできましたと話し、木、紙、布等素材は様々である。1967年3月の時点で自宅には80組の小さいひなを飾っていた。1978年3月、夫の老骨のために、 新州本山の本願寺に行く際に、京都でも求めた。1984年2月日本橋高島屋や1997年2月横浜高島屋において、ひな人形のコレクション展が開かれた。1982年には、主婦の友者より、ひなご読み55年というひな人形のコレクションをカラー写真に収めた本を出版した。写真には、 人生のエピソードが一つ一つのひな人形の思い出と共に記載されている。1985年には東京都とニューヨークの姉妹都市定計25周年記念事業の一つとしてこのひな人形のコレクションが苦渋式の展示と共に選ばれた。他にも俳句、川柳、推理小説、社交ダンスと多彩な趣味人としても知られ、80歳を過ぎてからは ピアノのアンプにも挑戦していた。90歳を過ぎても、廊下は、衰えではないと言い、老衆を、老衆と置き換え、あくまで向上心に関わり続けた。女性らしい言葉の美しさや佇まいを大事にし、戦時中はモンペを吐くよう言われても、スカート姿を通した。晩年に、老人施設に移った後も、昼間は服装を整えて椅子に座り、見舞い客を、 ベッドで迎えることはなかった。トレードマークの帽子の数は200を超え、葬儀の祭壇にも帽子姿で微笑する家が飾られた。1962年に死守報奨を授与された際には、翌1963年に盛大な祝賀の縁が開催され、当時の東京都知事である、東龍太郎が以下の祝辞を述べた。 特許庁の話で我が国の発明件数は世界一多いが、その中で実用に供されるのは少ない。昭和14年に、九重さんが手織り機を考案され、極めて創造的な海外までもその名を知られている。この成功は都民の誇りでもある。女性文化人の面影、女性教養 1963P7 より、引用葬儀の後、女性雑誌、 主婦の友の編集長を務めていた神崎と岸は作品や物の考え方、生き様、駆け出し時代にお目にかかって以来学ぶことばかりでした。信仰のあった三木六子はあの時代女性一人であれだけのことを成し遂げたのにギスギスしたところがなかった。本当に素敵な先輩でしたと忍んだ。ありがとうございます。